不労所得が私は欲しい。というわけで、今回はこのグラセフの世界。こちらで大金を稼いだいた。なんだこの世界は、世紀末の世界なのか。クソ、大金が楽に稼げるって聞いたから始めたのに。なんて嫌な奴が多い世界なんだ。やーい、バーカバーカ。というわけで始めていこう。今回お金を稼ぐのはこの町、ロスサントス。暴力と汚職にまみれた、悪どい町で、私のイメージにはそぐわない町みたい。だけど大きく稼ぐことができるみたいだから、効率よく働かないで儲けられる稼ぎ方を見つけていこう。さあ、どこかで清楚に稼ぐ方法はないだろうか。足のつかない稼ぎ方ならなおいいのだけれど。わーお。すごい、お散歩していただけでたくさんの車が落ちていた。落ちているものを拾っても、落ち葉を拾うのと同じく、犯罪には問われないだろう。だけど残念ながら私は一人、惜しむらくは、一度に一つの落ち葉しか運べないことで、あ、これ私の車だ。いやー素晴らしい。暴力と汚職にまみれた世界だと思っていたけれど、どうやら、夢と希望に溢れた、アンパンマン顔負けの世界だったようだ。オッケー。それじゃあ足も手に入れたことだし、清楚な稼ぎ、それじゃあ足も手に入れたことだし、清楚な稼ぎ方を探していこう。どうやら、タクシーを使って働くことができるみたい。はじめまして新人です。よろしくね。さあ、ここから私はギグワーカー。私くらいの能力ならば、一度に100人くらい運ぶのも造作ないはず。素敵なお姉さん乗りませんか？見る目のない人だ。どうやら私を求めている人がいるみたい。さあ兄ちゃん特別に乗っても良いぞ。なるほど、こうして目的地まで運べばいいのか。実に簡単だな。兄ちゃんよ共に道なき道を突き進み、一緒にたどり着こう。栄光へと。ビュビューン。さあ着いたぞ兄ちゃん。200万円になります。3万円。おい、なんでだ。あと197万円はどうした。仕方がない。さっきのは良くないお客だった。次こそ金づるを見つければいいだけ。はい、到着。197万円になります。あれ、よくわからんところによくわからんお客を送ってあげたのに4万しかくれないぞ。兄ちゃんや、あと193万円はどこにあるんですか。そしてここはどこですか。私のような素敵な運転手を騙すのは良くない。普通のお仕事してない？いかんいかん、根が真面目だから普通に働いてしまっていた。この街ならどんな稼ぎ方でもできる。そうだ、ウーバーイーツやろう。ウーバーはないみたいだからここに来た。ここは街にあるコンビニ。どうやらここで大量にお金を稼げるみたい。店はチェーン店みたいだけれど、悪いレビューでも書かれたのか、一人もお客はいなくて、とってもチャンス。こんにちは、強盗させてください。あれ、お金くれない。鉄砲を出してみたけれど、全く動じない系の店員さんみたい。早くお金ください、私強盗なんです。おお、すごい頑張ってレジ開けてる。あなた今、人生で一番レジ開ける速度が速い瞬間ですよ。え？ああ、感染対策か。すいません、気がつかなくて。ふはは、どんな気持ち？感染対策したのに寄ってくるのどんな気持ち？ 3 万円。なんでや、1タクシーと同じ値段じゃないか。いや、だけど、時間効率で考えたら、かなり効率がいいのは間違いない。あやべ、おまわりさん違うんです。私は落ち葉を拾ってたアンパンマンなんです。なんで追ってくるんですか？マスクしてないのは罪なんですか？くそ、すぐに稼げるけどこれには、強盗にはリスク。あやべ。しかし、こんな簡単な稼ぎ方を見つけてしまったら、リスクを度外視してもこっちのがいい。うふふ、全然見つけられて、ああ、なんで見つかった。さあ、コンビニ探すか。先ほどは失敗してしまったけど、要領は掴んだ。今年の抱負は、捕まらないコンビニ強盗にしよう。開けましてお金ください。思ったのだけど、ここで開け方を学習すれば、自分でも開けられるようになるのではないだろうか。あれ？
おお、すごいぞ。自分でも開けられる。早速インプットした学習をアウトプットできた。ツイッターでプロモーションして活用しよう。さあ、前回はおまわりさんが来てやられてしまったから、今回はそんなことが起きないうちに退散。何見てるんですか？私のお年玉ですよ、これは。危ぶ。まさかコンビニ強盗にこんな手間取るとは。しかし三度目の正直、そんな言葉がある。ということは、気合を入れなくても、この三回目は何をしても成功するのではない。何これ、めっちゃ美味しそう。こんにちは、お金ください。全額 FX に入れるんです。おお、今回は素直な店員さん。アンパンマン然とした私の威風に恐れおののいたのだろう。さあバイキンマンよ、さっさと金くれ。のんびりしてたら、お金の用意ができたみたい。5万円か、まだポッケに小銭入ってないか。いや、いつもここで警察に捕まってしまう。やるべきことを終えたら、ここはさっさと退散すべきだろう。ふはは、私こそがコンビニ強盗の王。この超効率的な方法で、莫大な富を築き上げてみせる。ふはは、すごくたくさんお金が手に入るぞ。タクシーなんてやってられないな。なんで初めからコンビニ強盗をしなかったのだろうか。この調子で数百店舗を清楚にコンビニ強盗をして、私のお金を回収して回ろう。オッケー。お金はこれで36万ドル。日本円にして5000万円稼げた。100から先は数えていないけれど、数百回やっているからか、店員さんに顔を覚えられて、マスクをし始めたけどあんま意味ないみたい。しかし5000万円は大金である。これで本格的にコンビニ強盗の王を名乗れるのではないだろうか。私コンビニ強盗、すごい？アホみたい。おっちゃんコンビニ強盗についてどう思う？アホみたい。さて、問題はこのお金である。5000万ものお金が手に入ったけれど、もっとできるならば増やしたい。聞いた話だと、オンラインにはカジノがあるみたいだからそっちで一攫千金を目指そう。ということでオンラインに移動。雪が降っているけれど、未来の大富豪を天が祝しているのだろう。それでは早速一攫千金の場、カジノへと向かおう。わーお。よくカジノで大損する人がいるけれど、結局カジノは確率論。めちゃくちゃ稼げるか大損するかの、めちゃくちゃ稼げるか大損するかの二択でしかない。よし、到着。なるほど、ここがカジノか。儲かってますか？儲かってるならそこどいてもらえませんか？儲かってなくてもどいてもらえませんか？なんてケチな人なんだ。あなたはどいてくれますか？もちろんチップはそこに置いたままで。全くもってケチな人たちだ。したたかないから、自分の財布からチップに変えよう。ここは競馬で一攫千金を目指せるのか。競馬もいいけれど、今回はこれにする。ブラックジャック。合計が21になればいいルールだった確か。だけどこれも確率論。当たるか当たらないかの2分の1でしかない。なるほど、13か。もう1枚遅れ。O20。さすが持ってる人は違う。さあ勝負だ。もちろん勝ちは見えてるけどね。3分の1だったか。だけど私の運の良さはすごい。3分の1程度ならば引き当てられる。よし16勝負だ。ふふふ。5000が勝てば倍ということは、5回も勝てば天文学的数。よし次こそ負けない。ゼロになっちゃった。あんなにたくさんコンビニでもらったお金が300ドル。1コンビニになっても歌。なんてことだ。こんなところにいられるか。返せ。私のコンビニを返せ。ああ、もうダメだこの世界。もう私は失うものなんてない。ふははは。もうどうにでもなーれー。ああ。ということで今回はここまで。どうやらチャンネル登録すると、チャンネル登録できるみたいだからよろしくね。